こんにちは、国連難民高等弁務官事務所親善大使を務めています宮城と申します。この度 UHC で、国連が定めた、ユニバーサルヘルスカバレッジ、というね、世界中どこにいても同じ水準で、医療制度を受けられる、ようにしていこうという、動きを持ったこの、日にですね、今回、日本の医学生連盟の方々から、熱意を持った方々から、依頼を受けてこのコメントをさせてもらっています。自分自身もマロックスターとして、そして、国連難民高等弁務官事務所 UNHCR の、親善大使として、これまで難民キャンプ、レバノン、タイ、バングラデシュ、ケニア等の、難民キャンプですね、住むところを追われて、知らない国で、苦しい生活を余儀なくされている、人たちの住むところを訪問させてもらいました、もらっています。その中で、やはりその医療制度ですね、いい食住、ライフラインとともに、保険医療、病気をしたり、風邪をひいたり熱を出したり、いろんな怪我をしたりした時に、その医療にアクセスできない、病院に行きたくても、病院に行くお金がない、もうそもそも病院自体がないっていう、状況で、生きている人たちと、を目の当たりにしてきました。僕自身も、日本に生まれて日本で育って、アメリカに移住をしたんですけれども、なかなか、日本の外に出て、アメリカだったりそういう先進国に暮らしていても、ある種例えば病院に行く時の、診療代がすごく高かったり、それによってそういった、病院での治療を受けれない、お年寄りや子どもたちが、いる現状です。もうこれは難民、の方々が住まれているところだけじゃなく、世界中で、起こっている問題です。いかにこの日本にいて、当たり前に、この恩恵をね、受けている僕たちが、もっと知ることによって、もっと世界に発信していくことたくさんあるんじゃないかなと思います。本当に、ね、命が危なかったり、あとは怪我したり病気したりした時にちゃんとした医療を受けられること、それを当たり前に、世界に広めていくこと、すごく大事だと思います。UHC で、この日をきっかけに、よりたくさんの人に、この動きとこのキャンペーンですね、世界中にこの同じ水準で、医療を受けられる制度をもっともっと広めていく、このキャンペーン、もし皆さんも興味あればぜひチェックして一緒に参加してほしいなと思います。宮城でした。